どういたきましょうぜ、どひだるまの、ひだるまのレコーダーでございます。下町の、玉三郎じゃなくて、下町の太平洋じゃなくて太陽です。ね、ジャズの美術をやっておりましてね、クリスタルを通っております。本当に最近タイムセンと、国のね、NHK ですかね、見た国会のね、きな臭いことがありますよね、と、ね、ぐるぐる、レポートするのも大変でございますよね、現地に、私、運転できませんのでね、と、私、自転車でこうやってやってますね、と。相撲会も私暴力がいけませんよねと、どちらも落としどころがね、相撲取りですからね、人間も案外相撲取るところがありますけどね、私好きなのは電車道なんです。ピューッと行く、押し出すね、いいですよ、サッと行く、サッと行く、当たるとこやったよ。本当ごめんなさい、あの、ね、そんなことできませんよね、と、お坊ちゃまでいいですね、と、かわいらしいですね、相撲を取る、気合いで相撲、ちょっと待ってくださいよ、ほんと、大体、ガタキーは最近ガタキーって言われてるんで、ね、ガタガタですわ、ほんとね、誰が葬式してくれるのか、心配で、心配してるぐらいなんですかね、ほんと、チェックメイトでございますよ、ね、本当にね、バンダフルでございますね、本当北朝鮮と韓国と日本、いわゆるアメリカ、三者会談、ね、これ、うまいこと言ってくれたらいいんですけどね、裏切られることがありますからね、あんな案外ね。いや、でも、ね、信じる者は救われると言いますからね、そういう人、トップ取りとかね。いろいろね、いいこともいっぱい裏返しになってますけどね、でも、あれですよ、本当ね、日本の消防署の出初め式ね、ね、今日の私みたいなね、本当ね、宙返りしてね、落ちそうですわ、ほんと。ちょっと待ってください、ほんと。火事と喧嘩は江戸の晴れで言いますよね、ほんと。ほんとね、私、寿司屋のボンボンなんですよ、ほんと。だから敵は悪いですよ、ほんとね。今日までね、ほんと、よう打ち取ったんだなと思うぐらい。お前、感謝、今現在するのに感謝しております。はい。そしてね、本当にね、親亀の背中に子亀を乗せてね、子亀の背中に孫亀乗せて、で親亀こけたら皆こけたと言いますけどね、日本の親亀は誰なんでしょうかね、安倍さんでしょうかね、それと亀山大王か、それ黒幕のどん兵衛ね。違いますかね、ちょっと待ってください、ね、ちょっともう3分待ってくださいね、もうできますからね、と、本当にね、アフリカ人の江戸前の寿司食べたいと思ってます、ありがとうございます、これどうもありがとうございました、次の現場行きます、レポーターのクリスタルお届けした、どうもありがとうございました。